ちっち、ずんだもんなのだ。我が名はメタン、漆黒のメタン。もう突っ込まないのだ。今日は何をするのかしら。お賃金が欲しいのだ。おちん、なんて。お賃金、メタン、ダイヤを欲しがってたし、ここでこんなに働いてる僕たちに、そろそろ報酬があってもいいと思うのだ。あ、お賃金ね。私も全く同じことを思ってたわ。それじゃ、ダイヤを探しに行くのだ。お。まずはここ、地下を作ったのだ。外の海とつながってて、水をせき止めるのに苦労したわ。ここはネザーゲートを置く予定。そのためにもダイヤを見つけないとね。ダイヤはさらに地下に行かないとなのだ。んで、頑張って掘ってたんだけど、洞窟につながってたのだ。だけど、ハメジストの部屋があったのだ。これには私もにっこり。でも、でも、こっちに行くと、よいしょ、よいしょ。ここって、前に鉄を取りに来たところの真裏なのだ。では、おっきいずんだ餅出た。なんで穴が。落ち着きなさいよ。すぐ穴に落ちるんだから。僕のせいじゃねえのだ。もうさっさと行くのだ。さらに下にはまだ洞窟。広いのではキツブシが間に合ってないのだ。なんでこんなところに湧いたのかしら。キツネさん見ながら食べる肉はうまいのだ。どんな感情よ。この下がいよいよダイヤの掘り場なのだ。ブランチマイニングするのだ。僕とメタンで一列ずつ掘って。どこまで掘ればいいのかしら。松明を5マス置きに置いてくので、松明がなくなるまで掘るのだ。了解。いつでも行けるわ。よし、じゃあスタートなのだ。いきなりツルハシ壊れた。深層の石は硬いのだ。私の夕闇のピッケルも壊れたわ。これはなかなか地味な映像なのだ。金なのだ。こっちは僕の陣地なのだ。こうすれば行き来できて寂しくないでしょう。別に寂しくねえのだが。ダイヤあった。このくらい地層で最も至高の光を放つ鉱石。史上最強の硬さで他の追随を許さない。最高の陣地なのだ。よかったわね。なんで照れてるのだ。いっぱい取れたのだ。レッドストーン発見。結構
な確率で鉱石出てくるわね。今後レッドストーンも使うだろうし、あるに越したことないわね。よし、なんかさっきから骨の音聞こえるのだ。骨ってスケルトン？骨には初日に世話になったのだ。で、あれ？この石ってもしかして、やっぱりアメジストの部屋。メターン、エタン、アメジスト。私はアメジストではありません。早く来て、中に骨がいるかもなのだ。ほら、横穴開けておいてよかったでしょう。ここ、ここ。鶏かしら？ああ、確かにスケルトンがいるわね。奥武器持ってきてないのだ。しょうがないわね。メタンドリルパンチ。そんなツルハシ。一匹やったわ。へい、ちょっとここを壊すのだ。わわ、洞窟、空洞、全部倒したわよ。これで人安心なのだ。アメジストあまりないのだ。育ってもないわね。拠点近くのアメジストで十分かもなのだ。このまま続きを掘るのだ。ダイヤ、ついにコニコしちゃうのだ。ニコか。終わり。メタンの方を見に行ってみるのだ。進捗どうなのだ？ぼちぼちね。石掘ってるメタン面白いのだ。あ、ズンダモン、来て。どうしたのだ？水中になっちゃったのだ。ちょっと見てくるわね。上に洞窟が続いてそうだったわ。僕も見たいのだ。ズンダモン、上にゾンビがいたから気をつけ。もうなんでピンポイントで連れてくるのかしら。洞窟は今度にするとして、切り上げましょうか。そうするのだ。僕の取った鉱石はこんな感じ。メタンはこんな感じ。赤いし、青石が多めだったわ。お賃金いっぱいで嬉しいのだ。そうね。それじゃ今回はここまでなのだ。ダイヤのおかげで活動の幅が広がりそうね。ここまでのご視聴ありがとうございました。この動画が良かったら高評価、チャンネル登録、ベル通知をよろしくお願いします。コメントもあれば嬉しいのだ。それじゃあ。